東京強豪ですね。それと、シガラ議長観光協会のポンポコちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆さん、甲賀市ご存知でしょうか。知ってらっしゃる方、行ったことあるよって方いらっしゃいますか。甲賀市は、滋賀県の一番南側に位置していまして、まだ行きますよ。米原からは、電車、まあ、もしくは車でだいたい1時間30分で、来ていただくことができます。で、さて甲賀市で何があるのかなということなんですが、さっきがちょっとキャラにじめられてるんですけども、にじめくんとポンポコちゃんに関係するものが、有名なんです。2人を紹介しながらですね、甲賀市のご紹介をさせていただきたいと思います。まずは、こちらの忍者芋の方からご紹介させていただきます。かぶらないかぶらない。まんまるふわふわの、忍者芋は甲賀市観光協会のキャラクターです。甲賀市江南町の黒影米の田んぼから生まれた元気な忍者の男の子です。忍者芋の特技はゆる忍法かくれんぼ、にっこり笑顔、そして趣味は創作料理やお菓子作りなど、とっても芸達者な忍者芋なんです。で、実は今年の10月で、10歳のお誕生日を迎えます。おめでとうございます。で、忍者芋くんに関係する甲賀市の自慢、一つ目は甲賀流忍者です。まあ、忍者のふるさとですね。で、お隣の、三重県伊賀市と合わせて、伊賀忍者、甲賀忍者というふうによく言われてるんですけれども、甲賀市にはですね、今も、忍者ゆかりのある施設があったりとかですね、忍者の本間の子孫なんかもお住まいであったりして、今も、町中に忍者が残っております。で、さらに昨年4月にはですね、お隣の、伊賀市さんと一緒にですね、日本遺産の、甲賀忍者のリアル忍者を求めてというものを認定いただきました。では、まずですね、忍者衛門の方から、皆さんに挨拶代わりにですね、特技の有忍法をご披露させていただきたいと思います。忍者衛門、準備はいいですか。 OK です。ではまず定番の、有忍法ダイエットからのリバウンド。はい、ありがとうございます。で、続きまして、ちびっ子の皆さんおられましたら、ちょっと前の方に来ていただいてもよろしいですか。遠慮せずに聞いてくださいね。次は、ゆる忍法手裏剣乱暴を行います。37歳。渋谷の皆さん、前に来てください。皆さん、警戒してる。はい、じゃあ忍者エモン、準備はいいですか。はい、では手裏剣乱舞よろしくお願いします。5、4、3、2、1、0。おお、はい、ありがとうございます。拍手をお願いします。はい、皆さん持って帰ってね。大丈夫、危ない。はい、さて続いてポンポコちゃんの紹介の方に移らせていただきます。じゃあもうありがとう。ポンポコちゃんって、何の動物かお分かりでしょうか。はい、そうですね、タヌキです。たぬきで有名な甲賀市の特産物といえば、信楽焼きですね。信楽に行くとお店がたくさんありまして、そのお店の前にあるたぬきさんの故郷信楽は甲賀市にあります。で、ポンポコちゃんは、小たぬきの女の子。あ、持ってくれる、ありがとう。はい、いつもニコニコ大好きな信楽の町を皆さんに PR しています。特技は、縁起物の信楽焼きたぬきにちなんで縁起を振りまくことです。今、まさに皆さんに縁起を振りまいておりますよ。会場に来てくださった皆さんに縁起が届きますように。そんなポンポコちゃんのお腹に書かれた楽しいの漢字、信楽の楽という漢字、そして皆さんがいつも楽しく過ごせることを祈っています。実は昨年